ウエストショートパンツ品番が M3497 です、うん、既存のカラーがですね、はい、コピちゃんが今手に持ってくれておりますモカモカ、はい、そしてブラックは去年からあるカラーなんですけれども、はい、私が今入っておりますグレージュが追加になりました。はい、使いやすい、はい、の合計3色展開になっております。お願いします。じゃじゃん、2380円、イエーイ。はい、でこちらも再販なのでもうご購入いただけます。8月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でーす。ではおみちゃんおすすめポイントをお願いします。はい、おすすめポイントをご紹介します。これはね、すごいあの子供っぽくならず、すごい履いていただきやすいショートパンツだと思います。まあ、なんでかというと、まあ、素材かな、一番はちょっとなんかスーツっぽい素材になってるので、これはあの、まあ、もちろん秋冬はもちろんなんですけど、春先とか、まあ、全然夏も使っていただけるかなと思うので、あのオールシーズン、あの使いやすい素材感にはなってると思います。はい、結構スーツ系なので、もちろんブラウスも可愛いですし、ニットとか何でも合わせやすさも兼ね備えてるアイテムだと思います。あとね、ハイウエストなんですよこれ。ちょっと私黒に黒だから分かんないかもだけど、ありがとう。結構ハイウエスト、しっかりハイウエストなのでスタイルアップもつながるので、あのもちろんインスタイルもすごいバランスよく着ていただけるのと、あとこれ特にあの、まあ、バックゴムにはなっているので、ウエストもねそんな苦しさもなく着ていただきやすいんですけど、前はすごいスッキリしているので、すごいそれこそもうインスタイルがめちゃめちゃ綺麗に見えるパンツになってます。あとさっきちょっとお伝えしたんですけど、丈感もね絶妙なラインを攻めてるかなと思います。そうなんだよ、ね、なんか短すぎるとちょっとなんかギャルみたいになっちゃったりするんですけど、うん、これはね、私たちの身長で膝上ぐらいなので、ちょっとハーフパンツっぽい、そう、うん、丈感になってるので、うん、でも、まあ、もちろんでも、あのこれサイドゴアも相性いいですし、スニーカーも相性いいし、ロングブーツも相性いいし、あの足元は全然悩まず履いていただきやすいと思うんですけど、うん、もしあのまだ挑戦されてない方も挑戦しやすい1枚になってるので、こちら新色も可愛いですし、はい、ぜひこの機会に。挑戦していただきたいなと思います。はい、はい、そうなんです。丈がね、あの前太ももの前張り、私骨格ストレート的にすごい気になるんですけど、うんうん、これをねちょうど隠してくれるんです。で低身長的な問題で言うと、うんうん、ハーフパンツを履くとねやっぱりね幼く見えるというか、うんうんうん、なんかちょっと学生感が出ちゃうんですけど、うんうん、これはねどっちにも当たらない絶妙な丈してます。うん、あのブラウス脱いでくださいって言ってくださったんで、ちょっとすいません、うん、なんかすごい真夏の子なんですけどこんな感じになります。うん、はい、全然ブラウスで隠さなくてもすっきり着用していただけるかなと思います。うん、思います。はい、です、うん、まあ、高身長さんだったら短いかなっていただいてるんですが、そんなないと思うけど、うん、多分商品ページのねモデルさんが173センチのね、あの商品ページでモデルさんも履いてるんですけど、あの全然、ね、短すぎるってことはないかなと思います。形が本当ハイウエストで、なんかピタッてしてるサイズがちょっと広がってるんですよね。だから、うん、そうなんです。そう、身長の関係なく、そのめっちゃ短すぎるってことはなく履いていただけると思います。うんうん、私も買い足そうかなと思ってる。うん、もうねもうほぼ1年来たので、もう新色も欲しいし、ほんまに使えるんです。もうめちゃくちゃ履いてたんで。あみちゃんにはやわ新色柔らかいから欲しいです。よかったです。新色めっちゃ使いやすいと思いますよ。透けてもないし、うん、なんかね、ザ・秋カラーかって言われるとそうではないんですけど、多分これからそれこそねこういう緑の深い緑のタップとかこういうこれが分かりますか、こういうちょっと色が秋色っぽいトップス皆さんに今から買っていくかなと思うんですけど、そういう秋色のものと相性がめちゃくちゃいいかなって思います。例えばですけど、こういうレタスのブラウンの、今ちょっとアウターやけどブラウンのトップスとかもね多分ね買われると思うんですよ、この 1,2 ヶ月でいっぱい。そういうよいしょやつともいける、こんな感じ。あ、かわいい。あ、かわいい。めっちゃ可愛い。え、めっちゃいいよそのコーデめちゃめちゃ可愛い。このジャケットがね、私大きいんですけど、うん、なんかショーパンでバランスが取れてめっちゃ可愛い。うん、可愛い。いいですね。可愛い。うんうんうん、
ので秋色とめっちゃ相性がいいし、もっとパステルカラーのトップ下を合わせてあげると春っぽく夏っぽくも着れるので、結構どっちもいい絶妙カラーかなと思います。はい、勝負勇気出して買ってみるかって、ぜひ。去年私これでデビューしたんです、ショーパン。私もね、もう二十歳超えてからはショーパン履いてなかったんですけど、ぜひデビューしてください。使いやすいと思います。私もこれ今日買うので一緒にデビューしましょう。どうしよう、グレージュ買いたのかな。マジで可愛い、可愛いよね、うん、ワントーン系でいいですね。このコーデめっちゃしたい。うんうんうん、めっちゃ可愛い、可愛い、可愛い。あ、みーちゃんのジャケット品番何って、これ多分プチレタスシリーズ、あ、じゃないね、K954 っていう品番です。はい、はい、です。あ、もぴちゃんのジレかわいいって、あ、ありがとうございます。これはね、同素材なのでこんな感じでセットアップで、あの途中みーちゃんもあの黒の方でセットアップ風に着てくれてるんですけど、うんうんうん、同素材のジレなのでこんな感じセットアップ風で着ていただけます。はい、だから商品ページ行ってもらったらリンクが貼られてるので、そうあ、やし今日も再販ね、一緒に再販もしてるので、うんうん、よかったら見てみてください。はい、はい、ね、アミちゃん何色購入予定ですか。あれ黒です。おー、まず黒から行こうかなと。私も初挑戦なので、ショーパンは、グレージュにします。私はお新色、黒家にあるなので2色揃いますね、これで、うんうんうん、いい森ぜひお揃いしましょう。アジオパン可愛いけど生足無理だといただいてるんですが、ロングブーツ合わせがおすすめです、うん、だってね、どこかな、前半でどっかしてると思う。そうね、あ、マミちゃんちょっと前もしてたか。そう、一瞬だけ10分15分前にしてるので、うん、よかったら IGTV で巻き戻してみてください。はい、はい、です、じゃあ行きますか。うん、そうですね、次、うん、行こうか、うんうん、ではブラウスに移ろうと思います。はい、私着替えできますね。あ、ありがとうございます。これです。お腹っぽく目立ちやすいですか。いや、これはね、そんな目立ちにくいと思います。ウエスト、ここも私は余裕があるので、そんなピタッとしてるあのサイズ感ではないので、あの目立ちにくいと思います。お腹っぽくも、うん、オールシーズン使える素材ですか。そうですね、もしかして、うん、真夏はちょっと暑いかもですけど、でも全然私は問題なくオールシーズン履くと思います。はい、リネンとかではないのでね、あの全然オールシーズン履いていただけると思います。ウエストずり落ちてこないですか。しっかりハイウエストで履けますか。そうですね、まあ、ちょっと緩いっちゃ緩いが、でも結構ハイウエストで、私おへそここなんですよ、ここけど、それよりあの全然上なので、これはね、そのずり落ちてもハイウエストには変わらないので、私はね全然問題なく着ると思います。それこそ今からの時期ちょっと分厚いトップスとかをインとか前インとかして着るので、あの全然ウエストは問題なく着れると思います。はい、たったった、あ、お腹の伸び具合みたいです。お腹ね、前はね伸びないんですが、後ろがバックゴムにはなってるので、こんな感じです。結構あのしっかり伸び、柔らかいです、ゴム自体は伸びでございます。え、S めっちゃスッキリしてんねんけど。ほんまや、あ、そっか、去年 M しかなかったもんね。そう、え、すごっ、早く見せたい。お楽しみに。うんうん、あ、もみちゃん今ね、T シャツ、これはなんだ、今 S 着てます。 S でも全然いけることないんですけどね、でもちょっとやっぱ折っちゃうと、この冒頭に紹介した時私 M 着てたんですけど、今 S 着る と、 ちょっとこうやって折るとやっぱ若干短いので、個人的には M かな、はい、と思います。今 S 着てます。あ、OK です、アイスベージュね。ちょっとあのこの上から羽織りますね。よいしょ、え、かわいいよ、え、かわいいね、やっぱアイスベージュ、かわいい、かわいい、かわいいね、ちょっとアイスベージュだとモカも欲しくなってきたぞ。やっちゃったの。うん、ショーパー、かわいい、どうです、いいですね、こんな感じで。ちょっとくしゃってなっちゃってるけど、ごめんなさい。あ、次の楽しみ、ありがとうございます。あ、そのカーディガン、ぜひおすすめ、これ確かマイマイ品番です。で、アキコさん、袖まくって手首見せて着るの好きで、かわいい、私もこの折り返しの色があの結構こだわりポイントやと思うので、私も折る方が好きです。あ、スニーカー合わせ OK で、ちょっと後で時間あったらスニーカー合わせてみようと思います。少々お待ちください。
ない。あの受注のグラデーションリストに合わせてみる。可愛いと思うショーパン。ぜひ合わせてみてください。